フォルクルレースタイガー SL ワールドカップとレースタイガー SL ワールドカップ D の紹介になります。こちらの2タイプのスキーはスキーのベースは一緒になります。プレートとビンディングが2タイプ用意されています。こちらのワールドカップのタイプはウフォとの組み合わせになっています。ワールドカップシーンでも活躍されるハイエンドモデルになります。こちらのスキーのプレートとのこの組み合わせによって短い時間でのエッチング、荷重というのが一番の魅力になっています。こちらのピストンプレートの組み合わせから比べますとモーションプレートのタイプは明らかにまずはウエイトが軽いです。で、ターン中の抵抗もやはりこちらから比べますと少しこちらの方がソフトな感じです。ターン中に受けている抵抗がスキー全体をこうたわみに変えてくれるのがこちらのモーションプレートの魅力で、こちらのピストンプレートはやはりトップから受けた抵抗が瞬間的にたわみになっていくということで短いエッチング、荷重、そして方向付けという瞬間的な操作性が高いのがピストンプレートになってきます。こちらのタイプに関しては全体的にたわみを作ってやはりこちらもちょっと丸いターンコが得意なスキーになっています。基礎スキーの小回りですとか不整地というところもこちらのモデルが対応できる機材だと思います。ターンアプローチしていくときに本当にハイスピードの中でトップを一瞬触れていくんですけども、オールラウンドショートターンモデルから比べますとチップはやはり少しこう反っている量が多いです。ターン中の溝の抵抗ですとかすごい速いスピードの中で操作をしていくのであまり強い抵抗を受けすぎますと一気に内側に入ってくるというのがレースシーンとオールラウンドモデルの違いになってきます。トップがロッカー形状の部分が少し多いだけでスピードが内側にこう向いてくる感覚もやはりこちらの方が少し速い感じがすると思います。短い時間で方向付けしていく瞬間的な雪面とのやり取り、そしてこのプレートが2タイプあることによって速度域とかライン取りというのが変えられるのがこの2台の魅力かと思います。